だな。何か食べるもの持ってないですか？持ってるわけねえだろ。おやおや、チョウチョ人が何かを持ってカブト人たちのところにやってきましたよ。クッキー焼いちゃった。やったー。あ、でも一枚しかないわよ。じゃあみんなで分けるですか？そんなんじゃ満足できるわけないじゃないか。この欲張りが。でもカブト人の言うことももっともだ。じゃあこうしましょう。だるまさんが転んだで勝ったらクッキーを食べられるっていうのはどう？いいだろう。負けないぞ。僕が必ず勝つです。クッキーは俺のものだ。じゃあ行くわよ。だるまさんが転んだ。やるわね。だるまさんが転んだ。少しずつ差がついてきたみたいね。このままじゃまずい。こうなったら行くわよ。カブ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 。だるまさんが転んだ。え？分身の術か。忍術を使うのは卑怯だぞ。忍術は使っちゃいけないなんて言ってないもんね。だるまさんが転んだ。はい、カブトに動いた。分身しても全員動いちゃ意味がないな。ん？カブト人に気を取られている隙にテント人の姿がないぞ。どこに行ったのかしら。さては勝ち目がないと見て逃げたか。早くも1対1の勝負か。じゃあ行くわよ。だるまさんが、はい、ひょっこりテント人、そう転んだ。だるまさんが転んだ。ああ、テントにしまったです。テントにも失格ね。じゃあ行くわよ。だるまさんが、押すな。お前こそ押すな。転んだ。だるまさんが転んだ。だるまさんが転んだ。はい。ちょっとさっきからどうなったらそんな格好になるのよ。ふざけてるでしょ。そんなこと言われても。ふざけているつもりなどない。まったく。だるまさんが、なっぜー。何？よっちゃー、勝った。カブトにはさっき分身の術で失敗したはずじゃ。あれは全部分身で、こっちが本体だったんだよ。おお、やられたです。じゃあクッキーはカブトにのものね。やったー。はい、どうぞ。いただきます。あおん。カラー、カラー、カラー。もしかして砂糖と唐辛子は、チョウチョにも手作りお菓子を食べるのが怖くなったんだって。さあ、本日はお時間となりました。この動画が面白いと思った方は、ぜひ